今回ご紹介するのは新潟市南区にあるイタリアン酒場グーグー。お邪魔したのは中村春奈さんです。今日の宿も決まったし、美味しいもの食べに行くぞ。ゲストハウスグーグーさんがやってるイタリアン酒場グーグーさん、今日はここで美味しいもの食べよう。わー、おしゃれ、ウッディな感じで落ち着くな。いらっしゃいませ。おすすめ教えてもらってもいいですか？おすすめはですね、皆さん一番上 のサラミオニオンを注文される方が多いですかね。一番初めは、ね、はい、ピザだとやっぱりサラミオニオンが、はい、人気があります。あとなんかせっかくだからちょっと何かつまめるものを、皆さん、まあ、一番下 そのトマト煮込みなんかもよく出ますね。じゃあこの海の幸のトマト煮込み、これをお願いします。はい、はい、かしこまりました。はい、じゃああと生ビール。生ビールで、はい、はい、わー、待ってました。今日はお泊まりするから遠慮なく飲んじゃおうっと。いただきます。これこれ、始まりました。ジューシーな赤、海の幸のいい香りがします。トマトとの組み合わせって最高だよね。ほら、いろんな具材がたくさん泳いでる。このトマトソースが染みてるちびたこちゃん、プリプリしてて美味しい。足が踊ってる。海の幸たちの出汁がすごい、それぞれの旨味が出てます。なんだろう、このトマトソース、スパイシーでちょっと独特な感じ。秘密を探りたい。フカのチーズが、これまた贅沢。もうトマトソースが見えないんですけど。チーズこれすっごい伸びるやつだ。弾力がある。私今日はゲストハウスに泊まる予定なので、はい、今日はたくさん飲んでいこうと思ってるんですけど、はい、ぜひ一人で寝るようにたくさん食べてください。女性一人でも来られたりとかはしますか？はい、そうですね、女性のお客さんでお一人で来られて、うん、たくさん飲んで帰られる方とかいます。いいですね。一人で泊まられて、一人で飲みに来られて、一人でまた帰られる方も結構いられるので、うん、あ、そうなんですね、はい、そっか、いるんですね。でもなんかお店もすごいおしゃれなんだけど、なんか意外とこう入ってみると気負わず過ごせるというか、ありがとうございます、アットホームな感じがして、はい、すごく居心地いいなって思いました。ありがとうございます。海外のものがなんか多いです。はい、そうですね、海外旅行が好きで、コロナ前は、まあ、年に1回は行くようにはしてたんですけども。そうですね、はい、この
お酒ももしかしてこれ本物だったりしますか？はい、本物でその国にもう一回に行くと剥がしてまた使う。そうなんだ、はい、素敵。また剥がして使える日がまた来るといいですよね。そうですね。何カ国ぐらい行ったことある？40カ国くらいは行ってると思うんですけど。そうなんですね。なんかこうメニュー見てても、なんだろう、こういろんな国のエッセンスが入ってたりとかするんで。はい、そうですね。その国で食べて美味しかったものを少しこうお店に取り入れるようにはしてます。はい、なんかこのトマトのソースも、なんか私が今まで食べたことないような、ちょっとなんかそうなんですよ。それはですね、妻が、アルゼンチンでちょっと食したものを参考にして、はい、でも本来これイタリアトマトなんで、はい、イタリアですよ、ね、そこにアルゼンチン、はい、なるほど、それは食べたことない。そういうことか。一人でお泊まりして飲みに行って、こういう過ごし方もいいな。みんなとワイワイも楽しいけど、この時間もすごく特別かも。いやー、お酒も美味しいし、ご飯も美味しいし、マスターご夫婦もすごく話しやすくて楽しいし、これはストレス解消になるぞ。あの、私デザート食べたいんですけど、はい、何かおすすめありますか？はい、南区はすごいフルーツが有名なんですけど、あの今の時期ちょっとフルーツがないので、チョコチップフラッペはいかがですか？チョコチップフラッペ、はい、食べたい。それぜひ。ちょっと冷たいのがそろそろ食べたくなってきたので、はい、お召し上がりください。はい、お作りします。はい、うわ、かわいい。これテンション上がるやつだ。ちょっと写真撮りたいな。かわいい。そして美味しい。いや、飲み物だけどこれはしっかりスイーツだよね。フラッペの氷が細かくって、なんかサラサラしてて飲みやすいんだよね。頭キーンってならない。どんどん飲めちゃう。おー、合う。ピザ耳とトマトに予想を超えて合うぞ。生地だからなのかな。なんかね、スープがよく染み込む。うわ、最強の組み合わせ見つけちゃったな。味変大成功。スイーツでお酒を締める、これが私の定番。大満足。ごちそうさまでした。いや、もう美味しかったです。今日はごちそうさまでした。ありがとうございます。本当にもうどれも美味しかったです。なんかあの、ここら辺は美味しいお店が実はたくさんあるんですね。そうですね、皆さん個人で頑張ってられる方が大勢いられるので、それも料金も比較的に安く皆さん提供されてるお店が多いと思います。そうですよね、はい、今日みたいにあのゲストハウスに泊まれるってなれば、なんかここら辺もなんか開発できるのかなと思って、うん、そうですね、はい、すごい楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。マスターにおすすめも聞いたから、もう一軒飲みに行ってからゲストハウス帰ろうかな。お近くに来られた時はぜひお立ち寄りください。お待ちしております。